皆さんこんにちは。今回は今後の自作 CPU クーラーの検討で使っていくラジエーター部を装着した維持水冷 CPU クーラーについて紹介します。維持水冷 CPU クーラーはこれまでに製作してきた自作 CPU クーラーのヒートパイプ部分に水枕をくっつけて水冷を二次冷却として放熱させるというものです。ぶっちゃけですが、先日紹介した2モード CPU クーラーの水冷モードオンリーバージョンです。パート28までの製作では自作 CPU クーラーの放熱に空冷を使っていましたが、様々改良を施しても放熱不足が疑われる動作が確認されました。じゃあ空冷での放熱が厳しいなら水冷を使おうということで、ヒートタイプ部分の放熱に水冷を使う構造を検討し、当初はこの疑似水冷 CPU クーラーを構想しました。ちなみに疑似水冷が当初案で、2モードは代替案という立ち位置でした。パート28時点では、疑似水冷 CPU クーラーの水枕を入手するのに少し時間がかかりそうだな。じゃあ部品が来るまでの間に沸騰の改良をやっていようかな。いや、手持ちの部品を組み合わせれば疑似水冷 CPU クーラーみたいなものができるかも。しかもこの部品なら空冷っぽくも水冷っぽくもなれる CPU クーラーが作れる。2モード、いいな。よし作ろう。という感じで当初案の疑似水冷 CPU クーラーの製作準備中に浮上した代替案、2モード CPU クーラーを先日まで製作、動作確認して紹介してきました。その2モード CPU クーラーでは水冷っぽくなる放熱形態、水冷モードを使うことで、空冷ではインテルのリテールクーラーよりも高温だった CPU 温度、悪かった冷却性能を、それぞれリテールクーラーより低温、より高性能にすることができました。放熱不足を改善したいという目標に対して、2モード CPU クーラーは十分に能力を発揮してくれました。だったんですが、2モード CPU クーラーには冷却性能とは別に不信感を持つところがありまして、大半の部品を自作した結果、水冷っぽい放熱形態にする際に使うパーツの水漏れが懸念されました。実はこのパーツの製作がうまくいかず、事前のチェックで水漏れを起こして3度作り直し、4回目に製作したパーツでやっと完成。そして前回までの動作確認などをやっていました。でしたが、そこまでの作業を通して、水冷に関わる部品は自作よりは断然信頼できる市販品を使おう、そう痛感し、性能的には OK だった2モード CPU クーラーを実質的に引退させて、今回紹介する疑似水冷 CPU クーラーを今後の検討で使っていくことにしました。そんなわけで疑似水冷 CPU クーラーを使っていくにあたり、今回は構造や動作について紹介します。まあこれまでよりはざっくりとした紹介で今回は進めます。自作 CPU クーラーの製作を開始して今回で8パート目の動画を投稿していますが、途中の番外編とした2つを除いたら残りの6つでは、作って、動作確認して、ダメで、また作って、の繰り返しです。自作 CPU クーラーの放熱を改善させるテーマで同じような流れの動画が多くなっちゃいました。出来上がった見た目はそれぞれ違って目新しいんですが、動作原理や製作方法は似たり寄ったり。なので今回はサクッと紹介して、次回からの沸騰の改良を早くやりたいな。そんな気持ちです。まあそんなところもありますが、とりあえず、疑似水冷 CPU クーラーの特徴から紹介を始めます。今回の疑似水冷 CPU クーラーですが、疑似とある通り水冷 CPU クーラーもどきです。通常の水冷 CPU クーラー、簡易と本格の両方とも CPU の熱を水枕部分で受けて、水枕部分で冷媒と熱交換、冷媒が循環してラジエーターまで移動して、最終的にラジエーターから外気に放熱させるという動作をします。一方で今回の疑似水冷 CPU クーラーは水枕と CPU の間に自作したヒートパイプが存在します。この点は2モード CPU クーラーで紹介しましたが、構造的にも熱移動の要素的にも一般的な水冷より複雑です。複雑ではあるものの、私としてはこの自作 CPU クーラーという製作を通して、ヒートパイプについて見識を深めたいと考えているので、ヒートパイプ部分は必要不可欠です。むしろヒートパイプ部分の検討を進めやすくするために水冷を導入したんです。そんな経緯があるんですが、いずれにしても一般的な水冷 CPU クーラーと違うということで、疑似水冷 CPU クーラーと名付けました。まあ2モード CPU クーラーの紹介の際に話した経緯と同じですね。さらに言うと2モード CPU クーラーでは2つの放熱形態になれましたが、疑似水冷 CPU クーラーの放熱形態は水冷のみです。
その点で言うと新規性が若干乏しいというか、なんですが前述の通り疑似水冷 CPU クーラーには水漏れが少ないだろうという信頼があります。動画的な映えも大切ですが、制作を進めていくことも大切。そんな制作進行上は本命、安定版とも言える自作 CPU クーラーが今回の疑似水冷 CPU クーラーです。部品構成としてこれまでの自作 CPU クーラーと同じで、金属ブロック部とタイプ部は共用で、ラジエーター部が疑似水冷 CPU クーラー専用です。まあラジエーター部の構造は以前カクラジと呼んだものに近いです。ヒートパイプ下に必要な真空気密を維持できるように、透明樹脂板を直方体状に貼り合わせて、そのうちの2面が水枕になっています。水枕は対面にそれぞれ1つずつ、計2つ取り付けています。実はこの水枕は4つ購入しておいたので、あと2つ余っているのですが、カクラジのように3面に水枕をつけると水冷配管で3つに分岐させるのが面倒だし、構造的にも手間かも。1面だと水枕部分の熱交換、表面積的に足りるのか不安。4面は内部が見えにくいから観察性が悪そう。ということで2面にしました。配管、注水した状態はこんな感じ。水枕2つに水冷用のラジエーターが2つという構成なので、ポンプ、水枕、ラジエーターの間に長いチューブが4本。インプットとアウトプットがそれぞれ2本ずつです。ただ配管作業は面倒でした。分岐合流させる部品の位置を工夫して、それぞれ1本ずつにすればよかったなぁ、と今は思います。まあチューブの本数はルーロガン面積に直結するので、圧力損失など冷媒の循環に関わって、最終的には水冷部分の冷却性能に影響します。冷却的に考えれば冷媒が循環しやすいようにチューブの本数は多い方がいい気がしますが、配管するのも片付けるのも面倒、作業性をもう少し良くしたいです。それに多少冷媒循環が弱まっても水冷部分の冷却にはまだ余裕がある気がします。そんな気がするので次回の動作確認では配管を見直すつもりです。あとはヒートパイプ化させるのに必要な真空引きと注水作業です。まあこの作業もこれまでと何ら変わりません。変化がないので作業映像を流しつつちょっと別の話をします。今回のラジエーター部も新規作成ということで、1から樹脂板などを組み立てて、シーリングして、そして配管部品を取り付けて、今の映像の状態になっているんですけど、この製作に関しては全て一括で製作が成功して、気密性が取れて、ヒートパイプ化できました。ラジエーター部の製作もこれで4作目になるので手慣れてきた気がします。そう思うと前回の2モード CPU クーラーの水枕化させるパーツの失敗がとても対照的でした。まあ真空気密の構造を設計する感覚で、耐水圧の構造を検討して、さらに樹脂パーツの使用量をケチった結果、水漏れを繰り返したんですけどね。これまでアイディアを実現させるのに部品の入手可否とか、部品がないなら自作の可否とかを重視してきましたが、当然ですが製作して形になっても最終的に求める性能や機能が得られなかったら、おお怖い怖い、口にしたくもありませんね。ですが、前回と今回の制作を通して、嫌でもこの制作を続けていく難しさを感じた気がします。よく冷えて実用できる冷却システムを構築するという目標でこの制作を続けているんですが、まだ中間地点に来たかも怪しい進捗です。この先一体いくつの難関があるんでしょう。どうなるかさっぱり予想できませんが、確実に長い戦いになりそうです。そんなことを思いながら今回の制作をやっていました。話しているうちにヒートパイプ化の作業も終えたことでしょう。これで PC 動作ができる状態になりました。次は動作確認をしていきます。動作確認としてベンチマークソフト、シネベンチ R20 を使って、定格とオーバークロック 4.4GHz 動作時の CPU 温度などを計測、冷却性能としている熱抵抗を算出しました。定格動作でベンチマークを行うと、CPU 温度の最大値は 70°C。他空気温度は 26.7°C。最大 CPU 消費電力は 77W で、熱抵抗は 0.562 でした。2モード CPU クーラーの水冷モードと大差ないですね。容器内温度の最大値も 31.6°C だったので、これも近いです。使っている部品は全く異なる自作 CPU クーラー同士ですが、水冷部分の冷却を考えると、おそらくどちらも振り切っているというか、自作 CPU クーラー全体の冷却の中では影響が極小なんでしょう。2モードと疑似水冷で性能的に違いがあることは確かなんでしょうけど、
数字で確認できるレベルじゃない、そんな感じなんだと思います。オーバークロックして 4.4GHz 動作でベンチマークを行っても大きな違いはありませんでした。少なくとも定格から 4.4GHz 動作、CPU 消費電力で80から 100W ほどの間では違いは生じないようです。じゃあ違いが出てくる動作ってどんな感じかというと、より高負荷高発熱の状況でしょう。低負荷低発熱だと違いも小さくなるので分かりにくくなるだけです。で、そんな高発熱の状況でおそらくどちらか一つが先に冷却的に余力がなくなって、徐々に悪化していくステージに入るんだと思います。現状はそれを確認する前に CPU 温度がすでに高温なので、これ以上の高負荷は試せません。試すためには高温になってしまう主要因、沸騰部分を改良する必要があります。なんせ未だに CPU 温度と容器内温度で40、50°C ほどの差がありますからね。まあこの温度差には沸騰の要素の他に CPU グリスやヒートスプレッダなども含まれていますが、何にせよ沸騰を改善させてここの温度差を縮小させる、冷却性能を改善させるのが今後やっていくことです。まあこれまでの方針として、先に検討しやすい放熱を改良して、放熱が改良できたら次に沸騰を改良する、そんな流れでやることにしました。そしてやっとですが放熱の改良も一段落。さらに今回の疑似水冷 CPU クーラーで装置としても安定化、故障リスクを抑えられたと思います。これで気兼ねなく沸騰の改良に進むことができそうです。以上、今後の検討で使っていく自作 CPU クーラー、疑似水冷 CPU クーラーの紹介でした。沸騰の改良として何をやっていくかは前回の動画にて紹介していますのでそちらを見ていただくか。まあ次回には実施しているので引き続きご視聴いただけると幸いです。相変わらず試したいことはいっぱいあるので、今後も一つずつ進めていけたらなぁと思います。今更ですが、この制作は長いこと続くでしょうから、今後ともよろしくお願いします。ではではここまでご視聴ありがとうございました。さようなら。